いざ参ります。ずっと何かが足りないんだよな。もやもやするっていうか。リンゴ、落ち着いてる場合か。来るぞ。ビー、ビー。ああ、上の空か。にゃ。ごめんティ、突っ込みさせて。リンゴ、何を考えているんだ。ここに来てそもそも論で申し訳ないけど、マール？はい、何でしょうか。スクエアスはなんであんなにも正しいことやマールに執着してるのかな。そんなのわかりません。スクエアスに近しいマールにしかわからないんだよ。いろんな世界を見下ろしてきた存在にしては、スクエアスって思考が一直線すぎる気がする。私の勘が正しければ、マール、スクエアスって、なるほど、それは言うな。スクエアス、それはマールと俺の問題だ。どうせお前たちは消えてなくなる。余計なことをするな。スクエアス、なるほど、取り急ぎ勝負です。どうだ。解けた。
テトラゴン。解けた。解けた。シンクボックス。解けた。解けた。さすがに膨大な力を持ってますね。とはいえまた勝ちましたよ。こんなことは何の問題でもない。この膨大な力は尽きることはない。最終的に俺が勝てばいい。それが正しい。バトンタッチだ、リンゴ。なんとなくリンゴのしたいことが分かった。引き継ぐよ。任せます。ピピピピピ。俺が相手だ。マール、教えてくれ。おい、お前の相手はこの俺だ。はい。楽しいと正しいが、君たちの守るべきこと。ピピ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 。それをスクエアスに教えたのは、スクエアスを作り出した君なんだろう。それが今何の関係がある？マール、なぜだ？え？なぜ楽しいと正しいを守るべきものにしたんだ？それはあなたたちの世界に必要な勝負の基本だと思ったからです。マール、ずっとあなたたちを見ていて、勝負には正しいルールが必要で、それでいて楽しい。こうじゃなくてはいけません。私ずっとそれに憧れていたんです。正しさと楽しさを分かち合える友達に。
そしてスクエアスはそれを拒否した。ピッピーピッピー。はあ、不透明だった話がやっと見えてきたな。ピッ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 。おい、もう一度警告してやる。よそ見をするな。ああ、悪かった。行くぞ。テトリスだな。こちらも同じだ。サイ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 。どちらも同じだ。こちらも同じだ。サイ、やサイ、やサイ。問題ない。チェンジ。どちらも同じだ。少しはやるな。挑戦ならいつでも受けるよ。なぜだ、こんなにも力を集めたのに、なぜ勝てない。確かに君の力自体は膨大だよ。それなのに勝てない理由は。とても単純なことだ。ピーピーピー。君はその力の使い方を知らないし、信念を貫くための心の強さも持ち合わせていない。つまり幼いんだ。な、正しい選択だ。スクエアスが幼い、つまり小さな子供だってことだね。ふうふう。だってだって、スクエアスはあんなに怖そうなお兄さんだよ。それはきっと外見だけなんだよ、マール。スクエアスは初めからずっとあの姿なんじゃないですか。はい、その通りです。
考え方が一直線すぎるのも、マールに異様に執着するのも、つまりはそういうことだったんですよ。なんだ、君ただいじけてただけじゃないか。いじけ？違う、俺はただ世界とマールを元に戻して、今まで通り正しい世界を二人で。いや、だからそれが今まで通りじゃなきゃやだっていじけてたってことなんだけど。はっそれだけでこれだけの大騒動をよく起こせたものだ。その点は評価してやろう。二人ともその辺にしといてあげようよ。な、ちょっと待て。そっか、ごめんね、スクエアス。私目の前のことに精一杯で、あなたが本当は生まれたばかりだって忘れていました。うるさいうるさい。それでも俺はマールより強い。この通りだ。スクエアス。正しい結末だ。どうだ見たか。気がつかなかったか、スクエアス。マールは手加減をしていた。ピピピピピ。なんでだよマール。話を聞いてもらうため。スクエアス、落ち着いてよく聞いてください。ここで皆さんを力ずくで消したって、何一つなかったことになんかできません。
世界は変化していく。あなたの考える正しい世界なんかどこにもありえないんですよ。Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge avec la raison dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer toutes les notifications pour recevoir le point sur nos sorties vidéo. N'hésite pas à aller voir dans la description nos liens vers nos différents réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter et Snapchat, ainsi que notre site web. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.